都川崎ではさらに一層の躍進を図るため、今随所に近代化のための建設の土音を高らかに響かせています。まず表玄関として、1日平均20万人の利用者を持つ国鉄川崎駅、地下1階地上5階の豪華なビルは来春4月の完成を目指し、着々と工事が進められています。一方、富士見公園の一角には県立の図書館が完成も間近いスマートな姿を見せています。閲覧室は窓なしで、上からの太陽光線を投入するという最新の設備がご自慢です。またその先には私立労働会館の改築工事が進められています。鉄骨コンクリート4階建ての堂々たるビルがここに再現される日が待たれます。さて、最後に千鳥町の埋め立て地、すでに57万坪の諸女地には市営の公共不動をはじめ、分譲を受けた11社の重化学工場の建設が着々と始められており、澄んだ秋空にたくましい建設風を奏で、ここに伸びゆく大川崎市の力強い息吹が感じられます。